こんにちは、ラルです。こんにちは、まこです。今日は花嫁修行しに来ました。そうなの？彼氏ができたの？できてない。ケーキばっかりを作っていて、意外と家庭料理ってちゃんと習ったことないなって。そうね、お家にいる時もやっぱり中高生ぐらいの時って部活とかで忙しくてね、ご飯ができた時ってもうお家に帰ってきた時にできちゃってるって感じだったからね、うん、そうそんな感じ。一応専門学校出てるから基礎知識はあるというものの、やっぱ家庭料理って意外と知らないなってこの年になって実は気づいてしまったんですよ。で、彼氏はいないんだけどいないうちに、そう、いないうちに腕を上げておこうかなって。そうそうそう、もうね、いい年になってきたので、うん、そうですね、はい。まあ、そして自分のね、ご飯を作るのも大事だしね。花嫁修行をすることになりました。なんですって。行けるといいんですけどね。このシリーズ、私が花嫁に行くまで終わらない、終われませんし。いやだ、お母さん、おばあさんならやってたらどうしよう。そう、花嫁に行きたい方も、行っている方も、男性もね、私の花嫁に行くのを見送りながら、みんなで一緒に勉強しようっていうことで動画を回させていただいております。はい、1品目は、まあ、出汁をね、教えてもらいたいのと、まあ、親子だから、そう、親子丼にしようってことになったんで。そうなんです。ちょっといきなり親子丼。私も親子丼作るよ、もちろん。だけど、多分、知らないこといっぱいやってると思ったんで、ね。まあ、コツを抑えるとやっぱりいつもの親子丼よりももうちょっと美味しくできるといいなと思うので、その辺もね、じゃあ一緒に含めて師匠よろしくお願いします。ということで、花嫁修行第1日目、はい、よろしくお願いします。 お付き合いください。そんな花嫁に行く人が多い。花嫁行けない、もう三井についてよろしくお願いいたしますって感じで、はい、じゃあやりましょうね。はい、こんなにあるんだね。これはみんな何だと思いますか？だし柚子。だし柚子、そう。ね、例えば、はい、だしって一言にね、言いますけど、いろんなだしがあって、まあ、こういうね、かつおで取るだし。それから昆布。今日は日高昆布。昆布をこうやってお水の中に入れとくだけでもだしが出るし、で、煮干しのだし。ここにお魚の。こんな風にね、いろんなだしがありますけど、もう普段から毎日だしを取ってる方は偉いですよね。ね、麦茶のパックみたいなの中に細かくなってて、これを煮出して使うだしもあるし、あともっと簡単にこの白だし。これただお水にジャッと入れるともうだし。これすごい便利だよね。便利ですね。もうこれはお醤油と同じぐらい私も使いますけど、もう便利なだしです。ただ今日は、親子丼ぶりで1回目なので、はい、のカツオをたっぷり使って、これで 20g しかない。でもこれで出汁を取って美味しい親子丼を作っていきたいと思いますよ、はい。じゃあ今日はね、ちょっと濃い出汁を取りたいので、400ml 今お水をここに入れました。沸かしていきますよ、はい、ね、沸騰させていきます。早い。何火を消したらすぐに勝負しよう。わー、入れます。今日は濃い出汁を取りたいので、すごいたっぷり贅沢。鰹節、静かに。今どのくらい経ったと思う？30秒くらい。じゃあ1分くらい待ってもいいかな。これ、あの、目がすごい細かいやつだから、紙を今日は敷きませんけど、ものすごく目が粗いザルとかだったらね、ペーパータオルとかを敷いてやってください、はい。じゃあ、本当は料亭とかでは絶対やっちゃいけないって言われてるんだけど、お家の出汁は伝えないから私は押します。なんで料亭でやっちゃいけないの？雑味が入っちゃうからとかって言ってね、上等なお吸い物とかはこんな押しちゃいけないの。見えますか皆さん、私の服が白いから見えるかな。ほら、ほら、匂い嗅いで、これ。お正月って感じ。このまま飲みたいぐらいすっごい香り。でも味美味しくないよ。でお嫁に行く人は菜箸で食べないよね。今日玉ねぎすっごい大きいんですよ。わかりますかこれ？藤木くん。
すごい大きいので今日は2分の1個にしますね。ちっちゃかったら1個くらいですか。そう、すごくちっちゃかったら1個。めちゃめちゃ硬いところ、三角ここ取りますよ、うん、ね。ね、こう玉ねぎの繊維にこんな感じで、はい、なんかこう放射状に斜めに倒してて、そこまで来たら玉ねぎ倒しちゃって同じように、はい、はい、三つ葉もなんか最後に入れるとすっごくいい香りするでしょ、うん、だけどこの三つ葉のせっかくこの3つになってるから三つ葉なのに、ここをザクザクって切っちゃうと三つ葉じゃなくなるでしょ、うん、香りは三つ葉でも摘んであげて、ここをこうやっていつもザクザクにしてた、かわいそうな三つ葉、はい、と切ってあげて、みっちゃん3センチぐらいの長さに切ってください。はい、これもいらない、これくらい、うん、3センチこれ3センチじゃないでしょ、長すぎ。え、3センチ全然違うと思うよ。あなたこれ5センチあるじゃない、ほら。3センチにそれのまた5センチぐらいになったと思うの。ほら、見て、全然違う。細かね、これなんかすごく長くない？これちょっと、もうやらしいじゃなかった。じゃあ、鶏肉だけれども下処理ですね。そう、できればこれでちょっときれいにお掃除して、よかった、外して、ね、あとちょっとこうね、皮と肉の間にあるほらほら、こことかもすごくない？見にくい。ほら、すごい。ちょっとこれまな板回転させよう。こうやって人間のさ、皮下脂肪も取れたらいいね。ね、はい、じゃあ材料が切れたので、はい、準備していきます。さっきのね、この出汁をお鍋の中に入れます。意外と少ないでしょ。玉ねぎは3分の2ぐらいも入れちゃいます。先にお砂糖とか入れればよかったですね。お砂糖、それからお醤油ですね、お酒ね、お酒、それからみりんが入りました。沸かしていきますよ、はい。まあ、沸いてくる頃にお肉も入れていきますよ。卵を混ぜておきます。泡が立っちゃうから、泡を立てないようにこうやって底をお箸でこうやって底から外さないようにこうやって混ぜていくの。ちょっと様子見てみるよ、はい、ね、開けてみます。おー、ほら、木と比べるとさ、鶏肉が結構しっかり色ついてきたし、うん、玉ねぎもなんか色ついてきたでしょ、ね、柔らかくなったでしょ、うんうん、そしたらこの残っといた玉ねぎもう一回入れます、はい、うん、ちょっと新鮮なちょっとシャキッとした玉ねぎ、もうお箸の先が1センチ切るぐらい汁気が、そんな感じでしょ、ほら。じゃあ閉じていきます、はい、そしたら火をちょっと弱めてね、甘くずずずずってなってる時に入れないで、少し弱めて、で、卵をがすごい、まず周りから真ん中の方に入れて、でね、一回に入れないの、ちょっとだけ残すと、蓋閉めるとかっていう人もいるけど、お母さんは閉めないで見て回ってます、こうやって。それずっと弱火？そう、ここも卵が入ったらもう弱火。はい、美味しそう。で、今だんだんこう卵固まってきてますけど、最後にやっぱりすごい半熟のとこって欲しいのね、うん、だから遅れて入れる、うん、タタタタ、ちょっとなんか卵が少なさそうなところとかも入れてあげて、うん、で、最後にこの軸の部分の三つ葉だけ入れちゃう。もうこれであとは火を止めて余熱、うん、ほら、まだ上にとろっとしてるとこあるでしょ、うん、かなりまだ、そう、このぐらいで、じゃあご飯をよそいますか。よそいます。はい。ね。親子丼完成しました。完成しました。美味しそうな。ね、早く食べ、早く。いただきます。いただきます。美味しいでしょ、うん、甘いね、お母さんの、うん、でも懐かしい味がします。
昔これお弁当に入ってたことあった。お弁当の時は卵をしっかり閉じなきゃダメだよ、腐っちゃうからね。うんうん、今すごい高校時代思い出してる。泣けてきた、うん、早弁してたなって、うん、涙出てきた。一番最初に入った玉ねぎと次に入った玉ねぎの食感が違うでしょ、うん、美味しい。それから卵もこうちゃんと固まってるところもあり、とろっとしているところもある、うん、ね、うん、これ作れたらね、うん、もう花嫁に行けると思う、うん、毎日これだけ。でもね、本当に美味しい。本当にそのぐらい美味しいです。この三つ葉ですけれども、万能ネギを使ったりとか、例えば長ネギだったら白い部分を玉ねぎのところの代わりに長ネギでやって、そう、長ネギでやっても美味しいです。ぜひ作ってみてください。この一人の時やってみて。彼氏に作るないけど第1日目終了でございます。ありがとうございました。おめでとうございます。スタンプをしてデンこのレシピの詳細は概要欄から飛べるノートというアプリに掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。そして、はい、インスタグラムとツイッターのフォローの方もよろしくお願いします。ということで、また、うん、またお会いしましょう。花嫁修行第2日目2回目でお会いしましょう、はい、では皆さんまたね、さよなら。